この動画は以上の提供でお送りいたします。そんな動画にようこそ。日々膨大な数のアニメが春夏秋冬消費される中、当時話題になったあの作品も、気づけば覚えている人を探すばかり。あい、覚えていますか？明けましておめでとうございます。2020年も明け、気づけば21年、早くも世情は怒涛の幕開けですが、それはそれ、これはこれ、引き続きお付き合いのほど、よろしくお願いします。今回の作品は、クーレスト、スタイリッシュ、ギャグ、坂本ですが、は、2016年4月から放送された、全12話のテレビアニメだよ。フェローズ、改め、ハルタ、で2011年から連載されていた、佐野波先生の同名漫画をアニメ化したものだね。原作漫画が1話完結スタイルのため、アニメにおいては、一つ一つをテンポよく進めることで分数を詰め、主に複数話を一度にやる、サザエさん方式で話が進むよ。この作品、何とも言えない笑いから話題性を発したため、アニメ化以前からすでに中身を知ってた、という人もいるのでは？かくいう私も、実はリアルタイムで単行本を揃えていた読者でした。こういう作風のギャグ好きでね、これは絶対アニメ化する、と睨んでいたので、特報が来た時にはドキドキしたもんだ。既読組からは、期待を裏切られたら、未読からは、出落ちで終わるのでは、などなど、心配の声も上がっていた今作だけど、坂本は見事なアニメ映えを引っ提げ、堂々地上波へ上陸したんだ。舞台は、現代日本の県立学文高校、校庭の中途半端な位置で、ボールトスを繰り返す3人組がいた。栄えある学文の悪な1年生たる彼らだが、最近どうにも気に入らない奴がいる。そいつの名は、坂本。美目秀麗にして文武両道。その上、あらゆる物事をかっこよくこなす彼は、入学早々、注目を集める人気者となっていた。たまたま坂本と同じクラスであった不良グループ、あっちゃん、ケンケン、マリオたちは、一泡吹かせようと、古典的ないじめをあの手この手で試みるも、その都度涼しい顔の坂本に、華々しく対処されてしまう。痺れを切らした三人はパシリを使って誘い出し、人の来ない理科準備室で坂本の拘束を実現した。これには思わず、クールな坂本も罵倒を禁じ得ない。さてどうしてやろうか。というところで、何やら焦げ臭い匂いが、なんと、自分たちのタバコのポイ捨てが原因で火災が発生していた。慌てふためく三人だが、なぜか扉が開かず脱出は不可能。万事休すと薬品に手を伸ばすケンケンに、声が割って入った。拘束を解かれた坂本である。彼はこんな非常事態が真横で起こっていようとも、クールだった。どいてください。自ら炎の前に立った坂本は、学ランの上着を華麗に脱ぎ、一心不乱に動き始めたのだった。結構王道のあらすじだね。この坂本ですが、は、あらすじを見ての通り、何をやっても絵になる男、坂本、が、学生生活を過ごしながら、様々なクラスメイト、上級生たちと親交を深め、時には先生、ご近所さん、親御さんすらも虜にしていく物語だよ。と、大まかに言っても面白さは伝わらないだろう、坂本ですが、は、全体的には古典的な青春ものに近く、少女漫画も各矢の学園コメディとして展開される、1980年代に戻ったのかと見まごうすっぱり不良描写、能力が突出したイケメンと、それに対抗する凡人たち、容赦なく画面を包むキラキラエフェクト、坂本に接した人々が次々とその魅力に圧倒される光景は、正しいイケメンに限る、というスラングすら思い出しそうだ。だが、ちょっと待ってほしい。もしもその突出したイケメンが、存在レベルで突飛だったら、常人の発想にない身のこなしであらゆる場面を乗り越え、文房具や学校の備品を使いこなして QOL を底上げし、ふざけた事業も本格派へと格上げさせる。そんな、存在自体があまりにもスタイリッシュな男だったら？そう、坂本はただのイケメンではない。この作品の中心人物である坂本は、作中人類の中で、唯一無比の、規格外として設定されたキャラクターだ。そして彼こそが坂本ですが、という作品を、古き良き学園ものではなく、シュールコメディという、謎めいた得意点に変貌させているんだよね。
さて、お集まりの諸君の中には、坂本をここで初めて知る方々もいらっしゃるかと思う。まずは彼がどのような人物なのかをご紹介しよう。彼が坂本だ。下の名前は呼ばれないためわからない。出身中学は私立イノセンス学園らしい。見ての通り、いかにも知的で端正な顔立ちをしているが、声帯も CV 緑川光なので、声もすごくいい声だ。彼の人気の秘訣は、なんといっても品行方正な性格だろう。基本的に、誰に対しても礼儀正しく振る舞い不道徳を避ける。何せ鳥にはバードさん、蜂にはミスター B と声をかけ、キャベツの中にいたナメクジでさえも殺さずに逃がすほどだ。たまに窓を開け放ち、大量のパンの耳を大量の鳩に餌付けしている。もちろん人類にだって優しい。パン食い競争などやった日には、他の選手に得たパンを分け与える。友達が助けを求めてきたら、手を貸し策を貸す。戦うべき相手を間違えたと分かれば、戦っていた相手も休ませる。それでいて、嫌という時は簡潔に嫌だと伝えるし、恋愛関係など過度に親密な関係性はさりげなく避け、クラスの皆も上級生も、分け隔てなく接する。中間テストなんて全教科100点満点で、先生曰く、特に性に関する知識はティーン、エイジャーの域を超えている。身体能力も驚異的で、とても瞬発力に優れて素早い。何せオオスズメバチの攻撃をすべて受けた上でせり勝ったり、一瞬で天井の角っこやシャッター式風呂蓋の裏に、スパイダーマンも格闘家の姿勢を保ち続けられるのだ。そう、このようにとてもいい頭ととてもいい運動神経があるからこそ、坂本は常にスタイリッシュな動きを可能としている。あまりにスタイリッシュすぎて時折理解の範疇を超越するため、彼自身、自らの数々の運動にスタイリッシュな技名をつけ、名実ともに何が起こっているのか知らしめている。まさに、無駄に洗練された無駄のない無駄な動き、のゴンゲだ。もはやこれはクール、外を通り越してクールレスト、外だろう。だが坂本は卓越しすぎているがゆえか、携帯不所持だったり、合コンを知らなかったり、積雪を見たことがなかったりする。全知全能なのかと思いきや、そうでもなさそうなところもまた、茶目っ気があり、嫌悪感を感じさせない人格に見える。つまるところ坂本という人物は、極限まで尖った優等生、尖っているのに穏健派という、絶妙な矛盾をはらんだ男である。そう、嫌味なところがあるんじゃないかと一見思えるが、実のところ坂本には、嫌う要素がほとんどない、シュールを極めたような人物だが、ど天然の疑いすらある善人。この作品の面白さには、間違いなく彼の人間性があるだろうね。ところで、今このアニメに触れていなかった人々は、坂本ですが、とはとにかく坂本がシュールだから、シュールコメディに属していると考えていらっしゃろう。しかし、それだけでこうもうまくいくだろうか。普通の学校に一人だけ飛び抜けたシュールの塊がいたとして、果たしてそれだけで日常生活は面白く輝くだろうか。いな、天然もののキャラを最大限活かせる舞台とは、それをしっかと受け止め反応するオーディエンスが不可欠。坂本ですが、の不思議な面白みを支える最も大きな要因とは、実のところ、希代の奇人、坂本を取り巻く人々にこそある。そもそも視聴者である我々は、なぜ坂本を面白いやつだと思えるのか、それは、彼の行動を目の当たりにした周囲が確実に反応してくれるからだ。坂本は基本的に、行動した結果が出るまで行動の意図を明かさない。なので、視聴者と同じく彼に不慣れな人間たちも、おのずとその謎について想像せざるを得ない。今ここでこの行動を取る理由とは、まさかこういうことなのでは、と、ここに一つ、坂本ですが、の巧妙な罠が仕掛けられている。どの話でも、彼は周囲の状況をある程度把握した上で、真顔のまま突然予想だにしない行動をとる。それに意表をつかれた相手は、坂本の気候を理解しようとするあまり、彼の気候に引きずられて、突拍子もない発想に飛躍してしまうんだ。いかにも何かを成し遂げそうな風格ある男なのだから、どんなにヒロイックな能力を持っていてもおかしくない、と、この坂本に引きずられていく周囲の反応が、とても面白い。パニックに陥れば陥るほど、彼が真顔でなすことは迫真の行動になり、時にハビダンを巻き起こし、またある時にはホラーの域まで到達する。だが、実際の坂本は現実的な落としどころを目指しているので、意図が明かされると、なんてことない親切心の現れだったりする。だから一つ一つのストーリーは、意外にも綺麗に着地するんだよね。それはさながら、美しく舞う飛び込み競技選手のごとき鮮やかさ。毎度毎度、あれらを書いた佐野先生には舌を巻くしかない、坂本ですが。
とは、坂本によって古き良き学園ものが、シュールコメディに変貌したものだと前述したけど、この作品の恐ろしいところは、坂本を物語に投入し、同時に学園ものの根底にある人間ドラマ、をやり遂げるところなんだ。何らかの思いを持って坂本に近づいた人間は、坂本の一挙手一投足に度肝を抜かれしてやられる反面、気づけば心にあったわだかまりをもほぐされてしまう。自分の胸の内を察せられていたと分かっても、あまりに適切に対処されてしまうために、彼らの心には、一種の通過儀礼のごとく思い出が刻まれる。突飛が奇烈を呼び、奇想天外の嵐が吹き荒れ、どうなることかと思いきや、空は気持ちの良い青空になっていた。そんな狐につままれたような、爽やかな読後感なんだよね。一方で、完全に坂本の人となりになれた女子たちは、率先して彼の佇まいに絶妙なコメントをかけて盛り上げる。本人よりもギャラリーの方が過度に振る舞い始める様子は、いわば坂本というワインを引き立たせる料理が盛られるようなもの。さらには隠し味として、対して坂本に反応しない人間の面白さもある。坂本だけが面白いのではなく、坂本以外も突っ込みどころを持っているから、神の視点の視聴者には、止めどないボケの相乗効果がぶつけられるんだ。それでいて、全体の流れはなぜか破綻せず、落ち着いて物語が解決する。坂本ですが、とは、シュールギャグで流れる物語でありながら、構成そのものが不条理に陥ることなく、しかしギャグでなければ成立しない、不条理を取り込んだ条理、による物語なんだよね。それは中心人物の坂本の人間性でもあり、作品の核となっているんだ。このような原作漫画の良さを、高松慎二監督が、求められる、過剰さをアニメーションへ落とし込んでいる。古くは、勇者シリーズ、の監督や、ガンダムシリーズ、といった、オリジナルシリーズの仕事とともに、近年の、こち亀、三代目監督、スクールランブル、銀魂、男子高校生の日常、といった、原作付きアニメの料理も一定の評価を得ている人物だ。今作では監督のみならず、脚本と音響監督も手掛け、原作再現に注力しながらも、持ち味を遺憾なく発揮しているよ。その証拠は本編よりも、オープニングとエンディングに現れている。どちらもあれだけキャラがいながら徹底的に坂本しか出てこないのだが、映っている坂本の行動は、ほとんどが原作単行本の扉絵や、空白ページの小ネタを映像化したものだ。気になる人は、全4巻でこと足りるので気軽に確かめてみよう。繊細な絵柄が醸すシュールと、アクロバティック演出によるシュール、違う2つを嗅ぎ分けられる、シュールソムリエになれること間違いなし、おかしいことが起きているが、なぜそれが必要なのかは理由がある。一貫して書かれるこの創作論的倫理観によって、シュールでありながら道徳的、という道の領域へ誘うのが、この、坂本ですが、というアニメなんだ。だから、俺は一体何を見せられていたんだ、と、首をひねりたくなっても、それは普通の反応だから安心してくれ。そういう意味では、非常に創作らしさに満ち溢れた物語だと思うよ。坂本と出会って歯車が狂った人間が道を踏み外しても、坂本自身がそれとなく道徳的な方向へ軌道修正させていく展開には、現実世界で味わえない、奇妙な優しさ、の味を教えてくれるんだ。ところでこのアニメ、監督がサンライズ出身だからか、ライディーンから名を取った、スタジオディーンが制作している、第1話の放映は最速で4月7日だけど、実はツイッターでは、本編放送前から爪痕を残していたりする、それは2016年、エイプリルフールのこと。これは同年の4月1日が、スタジオディーンアニメの先達、昭和元禄落語心中。の最終話放映日だったことから、公式が1日限定の、エイプリルフールコラボを考えたんだよね。しかもコラボ相手の原作者まで一緒に絵を描いてくれた始末。しかしこいつら、似てるな。作品についての推しが大体発散されたから、じゃあ声優についてでも話すか。坂本ですが、は、とにかく声優が異常に高ランクだ。そもそも開幕のナレーターが小林清の時点で何人かは笑うだろう。坂本の CV が緑川光になったのは、原作者の発案がきっかけなんだが、実はこのキャスティングが、すべてのキャラクターに影響を与えている。当時の緑川は、
すでにその道25年は過ぎる有名ベテラン声優、本来高校生といった若年層の役柄は若手声優にお鉢が回るが、ベテランが高校生の主役をやる以上、演技にムラがあるとまずい、坂本ですが。では、それを解決するにあたって、最低9年以上の人材を、主要キャラ20人のキャストに当てている、つまり下手すや原作で名前すらない高校生や教師に、2000年代アニメを見たならまず知っているであろう、全員主役級の中堅メンツがひしめく高校がここに爆誕した。具体的に言えば、杉田と檜山を従える稲田と遊佐を、岩田光雄が従えて仕切る不良グループがあったり、全くシュッとしてない石田明や森久保がいたり、中原と上田と田村ゆかりがそこら辺で女子グループしている、グリリバパワー恐るべし。教師は大半がモブに等しい痛め金役の場合もあるが、妙に色気のある声の女性教師は大体雪成とあで、優しそうで穏やかな声の男性は増谷康則、あといかにもそこら辺にいそうな男性教師は矢部正人だ。その他、一回きりのモブで唐突に福山潤が喋り、妙にいい声の警官だなぁと思ったらクスノキ大天だったりする。もはやこのアニメ、声優の魔境と言ってもいいだろう。個人的な見どころさんは、同級生の母親を演じるクジラさん、思わずその演技に感動させられて悔しい。あんなことになってるのに。声優陣が高クオリティだからこそ、世界観を全く邪魔せず、純粋な演技力によって、こちらに破壊力を与えてくれるよ。音の話で言えば、音楽面でも話題にことかかなかったね。オープニング曲は、恵比寿学園男子部出身の、アニソンロックバンドカスタマイズの熱量が炸裂。今作にあたってカスタマイズは、MV 撮影からジャケット、インタビューまでもお坂本コスプレでリスペクトを表明しているが、メンバー全員がもともと原作既読のため、見かけ倒しの熱ではない。楽曲は、自ら趣味にアニメ漫画と挙げるギークスのギターボーカル、エンドウがプロデュースしており、曲構成には往年ロッカーたちへの、そして歌詞には、坂本ですが、への強いリスペクトが込められている。作中のネタをそのまま歌詞に反映した上で、力強く鼓舞するパワフルな応援歌に仕上がっているよ。対してエンディングを担当するのは、真逆の叙情的なスネオヘアー。おそらく誰も事前に予想できなかっただろうね。これは音響監督でもある高松監督のオーダーだ。なぜノスタルジックなミディアムバラードが流れるのかは、最後まで物語を眺めていればわかるはず。日常をテーマに据えたこの曲は、ここぞという場面で、挿入歌としても使われるので、余計に心に染み入るね。ちなみに音楽ナタリーのインタビューでは、スネオヘアー、カスタマイズが坂本化して並んだ写真が見られるぞ。大枠の流れを彼らが担っているとすれば、物語の緩急を調整しているのが、福田康彦の BGM。80年代の音楽シーンにキーボケストや作編曲家として関わりながら、ボンバーマン、シリーズなどゲーム音楽も手掛ける大御所だ。BGM の曲名はかなり極端なため、これだけでも少し笑えるが、特に坂本のスタイリッシュ表現に貢献している。サウンドトラックは単品では売っておらず、円盤特典になってるよ。ブルーレイの3巻にスタイリッシュに封入されているので、ぜひオーディオコメンタリーと一緒に楽しんでくれ。3巻では、モノマネじゃない本物のクジラさんが喋ってるぞ。円盤といえば、坂本ですが、のテレビ放送は12話までだけど、本来、特別編を含めて13話までが放送される予定だったんだよね。が、当時熊本地震が起こったため、1話分休止でずれたのだ。特別編はアニメオリジナルで後日談を書いたものなんだが、実はこれ、5巻の円盤特典として収録されてるんだな。気に入った人は、ブルーレイで幻となったエピソードを確認しよう。ちなみに、坂本ですが、は、エイプリルフール以外でも、結構コラボイベントが充実していたアニメだ。王道のコラボカフェや上映会はもちろんのこと、阪神電鉄、西宮市コラボが異彩を放つ。原作の時点で、兵庫県西宮市の一帯が、作中に出てくる舞台のモデルだったことから、聖地巡礼マップのスタンプラリーが開かれたよ。中でも西宮市貝類館は、坂本が粗品として送った、貝殻の詰め合わせを実際に作るワークショップという、坂本ですが、でしか実現しないような企画が催されたんだ。また、コラボレーションは作品のみならず、坂本の私物にも及ぶ、メガネの世界的産地である福井県鯖江市とのコラボで、坂本くんのメガネ、がプレミアムバンダイから発売された。こちら特撮作品モチーフメガネの制作にも関わる老舗フレームメーカー山盛メガネ様によるユニセックスメガネです。
フレームは完全再現の全フレームと、上部が透けた時を再現したアンダーリムフレームの2種類をご用意しております。僭越ながら、内側には僕の名字と所属クラスを刻印させていただきました。またレンズには、オーソドックスなスタイルのほか、より再現度を追求したい方向けに、僕のほくろを模して、ブラックスワロフスキーをあしらったレンズもご用意いたしました。シンプルながらも、絶妙なバランス感に仕上がったこの一品。準備数に達したため、現在は販売終了となっております。お手に取っていただき、ありがとうございました。え、今の何？通りすがりのまんじゅうです。なんだまんじゅうか。それでは、またどこかで。まんじゅうじゃないかもしれないからまとめに入ろう。今回の推しポイントオープン。シュールギャグなのに道徳的な学園コメディ。鬼人と凡人が合わさり最強に見える過剰演出。ボケの相乗効果が生む優しい物語。ある部分が突き抜けて一周回って面白い。という、ギャグの基本をしっかり押さえているくせに、それまでの回をがっちり積み上げて完結する物語には、私もシャッポを脱ぐほかありませんでした。終わり良ければ全てよし、と言わんばかりに、家庭で繰り出されるネタのいくつかは本当に神がかり的で、挙句結末ではうっかりじんわりさせてくる、純粋に、物語の構成が非常に巧みな物語です。しかし終始潔いバカバカしさに包まれているのも事実なので、精神的に疲弊してる時には本当に効きます。ただ、不良描写の知識は多少なりとも持ってた方が面白いね。後に現実のお笑いで新たな漫才の形として、ぺこぱが乗り突っ込まないボケ、で評価を上げた時、自分の脳裏には、坂本の姿がよぎっていました。読者、視聴者に突っ込みの役割そのものを異常してしまう、このシステムにおいて、坂本ですが、は確かに先達だった。そして、ボケが優しい世界を作ることも教えてくれるのです。我々誰しもが持つ、思うことを大真面目にやり続けるパワー、それは見知らぬ誰かを、笑顔にしているかもしれません。それではここまでのお相手は、ゆっくり霊夢でした。また次のアニメ推しで会いましょう。それでは皆さん、さようなら。俺は虫子の銀行だ。何か身の回りで妙なことが起きたら、俺に教えてくれ。そいつは、虫の仕業かもしれねえからな。もしそうなら、こっちで対処して直せる。虫っていうのは。ああ、すまん。この話は忘れてくれ。今日は別の仕事で来たんだ。で、この次回予告っての読めばいいのか？次回のアニメ推し語りは、番外編虫子。なあ、このアニメってのはなんだ？